皆さんどうもパチシューです。ちゃなんかシールが見当たらないんだけど、どこ行っちゃったのかな。上かな。ちょっと上行ってみるか。シエルいる？え、なんだこれ。人ん家で何勝手に作ってんのこれ。人ん家で作るしかないもん。自分家を早く作ってって。何これ。ところでこれはパソコン。いや違うよ、この機械、この装置よ。これはもしもの世界を体験できる装置だね。どういうこと、もしもの世界って。もしもシエルが何々だったら、これで有名なアイドルの一生を体験しようと思って。じゃあもしもシエルがアイドルだったらっていうのをこの機械に入ると体験できるってこと。そうそうそう。おー、すごいな。突然いなくなってしまったアイドルみたいな設定。どういうこと、突然いなくなってしまったアイドルって。わからん。わからんじゃないだろ、自分で設定してんだから。これでいけるだろう。入って。え、なんで入んないよ。パチ君は幼なじみ役ってことで設定したから、はい、一緒に体験するよ。入って。シエルンがやるアイドルの幼なじみってこと。そうそう。はいはい、早く早く早く、早く。あ、爆発しちゃう。早くしないと。アイドルの一生が楽しみだなーって思う子はチャンネル登録と動画の高評価を押してねー。バカするわけないでしょ。まあいいや、ちょっと面白そうだから入ってみるか。はい、いきまーす。ポチッとな。いやー、本当に可愛い子だなー。本当ね。なんて可愛いの。きっと将来はアイドルとかになっちゃうんじゃないか。お母さん、サインもらっとかないと今のうちに。やばい、遅刻だ。学校遅刻しちゃ、急がないと。いてー。おはよう、シエルン。何やってんの。いたたたた。ぶつかってないでしょ今。ぶつかったわい。ぶつかってないよ今、どう考えても。また朝からパン食べてんの。いや、落とすなよパンを。もったいない。もう早く行くよ。ね、シエルン、今日文化祭じゃないの。そういえば、そんなの忘れないだろう。文化祭だよ。歌うんだって。そうだよ、歌う。大丈夫なの。私アイドルになりたいから。なれるかな、シエルンにアイドルなんて。なれるに決まってるじゃん。入り口めちゃくちゃ遠いな、この学校。ところでさ、シエルン、どこで歌うんだっけ。体育館だよ。もう始まるんじゃないの。準備しないと。いや、準備が大変よ。着替えてくるね。あー、わかった。じゃあ俺応援してるね。いや、すごいな、シエルンは。学生のうちからこうやって歌ったり踊ったりできるのか。うわ、すごい歓声だな。こんな人気なの、シエルン。すごいな。すいません。すいません、ちょっと前失礼します。一番前でちょっと見てあげよう。よいしょ。うん、いや、すごいな、シエルン。来るかな、そろそろ。あ、来た。みんなー、元気ですかー。元気、元気でーす。今日は集まってくれてありがとう。学校の文化祭のステージだけど、頑張るねー。それでは歌います。聞いてください、ソーラン節。ソーラン節歌うの。いやあれ、ソーラン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 。はいはい。大丈夫か、このステージ。最後まで聞いてくれてありがとう、シエルでした。いや、すごい人気なんだな、シエル。何がいいんだろうな。あー、疲れた。さっきのステージすべて見ていました。ありがとうございます。素晴らしいステージでした。本当ですか、嬉しい。ところでどなたです。私、芸能プロダクションパチゲリオンの斉藤と申します。芸能プロダクション。今駆け出しのアイドルを育成しておりまして、ぜひうちの事務所に来てくれませんか。必要なものは何でも用意しましょう。シエルさんが言うことだったらすべて用意できます。私、アイドルになるんですか？駆け出しのアイドル、駆け上がるってこと。
もう明日からでもデビューできるように準備ができています。そんなもうちょっと育成期間とか楽しんでもいいんだけどな。いらないです、あなたは天才だから。褒めすぎですよ。いきます。条件があるんですけど。条件、何でも言ってください。幼馴染のパチ君をマネージャーにしたいです。すごく優秀ですよ。その人がマネージャーじゃないとアイドルはできないということですかね。そうだな、やっぱマネージャーの存在って大きいし、気が休まらないと嫌なんで。あとスケジュール管理とか細かいこと得意ですよ。わかりました、じゃあその人も一緒に連れて行きましょう。では早速、もうすぐ行きましょう。ああ、すぐ、学校は、あ、もういいです、学校なんて。いやー、にしてもすごいステージだったな。なんであんな人気なんだろう、シエルンは。ちっちゃい時から一緒だからよくわかんないな。あ、あなたがパチシューさんですか。あ、そうですけど。シエルさんが今日からアイドルになることになりましたんで、うちの事務所、パチゲリオンで。あなたをマネージャーとして雇えということでしたので、来てください。どういうこと、シエルン。スカウトされたの、もう明日にでもデビューしようみたいな感じで、だから条件にパチ君マネージャーにするようにお願いした。困るんですけど。なんで、暇じゃん。いや、まあ暇だけど。お給料も奮発してくれますよね。ええ、もちろん月に100万円用意します。やります。さ、じゃあ行きましょう。うちの事務所はこちらですので。え、でもさ、シエルン、パチゲリオンってすごい有名な芸能プロダクションじゃなかったっけ。そうなんだよ、嬉しいな。アイドルか。アイドルまっしぐらだ。みんな、今日は本当に来てくれてありがとう。最後に私からお知らせです。近々全国ツアーをやるから、みんな見に来てね。じゃあ今日は本当にみんなありがとう。また会おうね。あー、シエルン、お疲れ。あー、疲れた。はい、これ、ほら。うん、ありがとう。いやー、すごいね、大盛況だったね、今日のステージも。あー、そうだね、嬉しいね。疲れた、お腹空いてた。バナナないの？相変わらずだな。明日のスケジュールの確認だけしとこうか。明日は朝6時に家を出ます。で、8時に地方のロケがあって、で、田植えをするやつあるわ。あとで、それ終わったらすぐ東京に戻ってきて CM の撮影があって、で CM の撮影が約2時間、で2時間終わった後、今度ドラマの撮影があって、ドラマはね、夕方のやつと、あと朝ドラが、朝ドラ決まったよ。そういえば朝ドラは入ってるから。今その流れで言うの？嘘でしょ。うん、朝ドラ決まったから。で、朝ドラが明日から。朝ドラ決まったっていうの、収録日のに言うやついる？朝ドラ明日から。台本もう忙しいからしょうがないんだよ。覚えられるわけないじゃん。明日からその台本今日渡しとくから、今日読んどいてね。で、あとで、それが終わったらだいたい7時ぐらいなんだけど、7時になったら今度はミュージックストーションってやつやるから、あるから、そのミュージックストーション出てね。で、そのミュージックストーション終わったら、もうそのままラジオ夜深夜から始まるから、明日ちょっといつもよりちょっとだけ。ねえ、いつ寝るの？しょうがないじゃん、アイドルなんだから。寝る暇なんてないでしょ。寝る暇ないなんて困るだろう。もう私は今日ここで寝る。いや、ダメだよ、今日はもう早めに終わったんだから。早く連れて帰ってあげるから、もう行くよ。じゃあ連れて帰ってよ。はいはい、わかったわかった。もういつまで経っても甘えん坊なんだから。よーし、じゃあ今日も仕事お疲れ様。家まで送り届けたからね、ちゃんと気をつけて入るんだよ、部屋まで。眠そうだな。バイバイ、パンチくん。じゃあね、気をつけてね。明日起こしに来てね。6時ね。はいはい、起こしに行くから。はいはいはい、早く帰るんだよ。じゃあね。気をつけてよ、変な人最近増えてるみたいだから。バイバイ。こっち戻ってこなくていいから。早く行きな。いやー、やっぱアイドルの仕事も大変だなぁ。ついに見つけた。ここがシエルちゃん家だ。今日からシエルちゃんは僕のものだ。案の定、やっぱシエル起きてこなかったな。もう早く起こしに行かないと。あー、シエル相変わらず起きないな。合鍵持ってるからこれで開けてと。シエル入るよ。あれ、いないの？
シエラいない。なんだこれ、なんか落ちてる。なんか泥が落ちてんな、なんだこれ。ん？なんか落ちてる。なんだ、手紙？シエルちゃんは僕のものだ。もう探さないでくれ。これシエル誘拐されたか、もしかして。どうしよう、どうしよう、どうしよう。みんなコメントで何かいい案がないか教えてくれない？どうやったらシエルを助けられるかな。でもシエルの場所もわかんないしな。どうしよう。あ、そうだ。こんなこともあろうかと、シエルに GPS をつけておいたんだ。シエルのカバンの中に。このスイッチを入れたらシエルの場所がわかるぞ。スイッチオン。どれどれ？あ、見えた見えた見えた。シエルンはこの赤い点のところにいるんだな。よし、わかった。普通の家みたいだけど。よし、ここに向かってみよう。確かこの先だったけど、普通の家なんだよな。そんなわかりやすいところに連れて行くかな。確かこの家だな。あ、同じ泥が落ちてる。これが絶対犯人の家だ。すいません、入りまーす。勝手に入りまーす。すいません、シエル、大丈夫？シエル、パンチくん、なんでここがわかったんだ。来るな来るなよ。シエルちゃんは僕のものだ。君のものじゃないんですけど。シエル、ストーカーに誘拐されちゃったんだね。ぽいぽいじゃないよ。元気良すぎるだろ。今こいつを倒すからね、シエル。待って、よそ見するな。あ、ごめん、ちょっと一気見してて、アニメ。いや、よそ見するな、今から戦うんだから。くらえ。どうだ、いた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 、強い強い強い。なんだこいつ、このデブ、動けるデブだ。くっそ、絶対倒してやる。シエル、今助けるからね。テレビなんか見てないで応援しろよ。いてててててて、いて、強い。くらえ。どうだ、うー、こいつ銃持ってる。いてぇ、クソ、負けた。シエルちゃんは僕のものだ。もうここには絶対来ないでくれる。そんなこと言ったって、シエルを助けないと。おい、もうここでお前を殺してやる。じゃないと場所もバレちゃったからな。さあ、くらえ。やめてやめて。シエルちゃん、君のそばに一生いるから、お願いだから、パンチ君解放して。ずっと一緒にいてくれるの？いるよ、いる。結婚してくれるってことだよね、うん、え、うん、一生一緒にいるんだよね、うんうんうん、じゃあ殺すね、もうこの。一生一緒にいるから。結婚してくれるってことだよね、うん、じゃあ殺すね。結婚は待って。じゃあ一生一緒にいてくれるんだね、うんうん。じゃあこいつら解放するよ。ありがとう。シエル、ごめん。パチ君、行って。でも。いいから。わかった。ごめんね、シエル。必ず助けに来るから。クソ、シエルを助けなきゃ。機動隊を呼ぼう。まあ、怒らせなきゃいい人だからな。シエルちゃん、お風呂どう？ダメ。お湯加減どうって聞いてる。あ、湯加減は最高だよ。一緒に入ってもいいか。ダメ。湯加減どう？あ、いいよ、すごくいい。一緒に入ってもいいかな。それはダメだよ。一緒に入っても、あ、ごめん。おまわりさん、すいません、ありがとうございます。この後、機動隊も来るんですよね？はい、その予定です。よし、じゃあ行きましょう。早く犯人を捕まえましょう。ストーカーがこの先にいます。任せてください。おい、ストーカー、警察を呼んだぞ。もうお前の家は完全に包囲されてる。出てこい。え、どういうこと？だってシエルちゃんは一生一緒にいるって言ったじゃないか。なわけないだろ。シエルは俺を守るためにそうやって言ってくれただけだよ。パチ君、やっぱり助けに来てくれたの？助けに来たよ。もう警察も機動隊も呼んだから、もうちょっとで機動隊も到着するって。いや、もうこんなんだって、この爆弾でこの街ごと全部吹っ飛ばしてやる。これすごい爆弾なんだ。シエルちゃんは僕のものなんだ。誰にも渡さないと。この爆弾、あ、爆弾を落としちゃった。このままじゃ爆発しちゃう。シエルちゃん、そんなんじゃ爆発しちゃうよ。シエル、ダメだよ、早くどいて。これでみんなを守れるなら、いい。なんだ、
っていうアイドルの一生。いや壮絶すぎない？いやー素敵な一生だった。うん、ヒーローみたいだったな。かっこよかったけど。じゃあ次は私が最高に可愛い海賊になる話にしよう。うんうんうん。いやもういいよ、俺やんないからね。やろうよ。ねえねえ、コメント読みのコーナー、パチパチパチ。いつもの通り2人ともめっちゃ可愛すぎだって。へえ、可愛いって言われるのはいつ言われても嬉しいね。まあそうだね。パチくんも可愛いんだ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。